こんばんは。こちらのチャンネルでは糖尿病を患っている私の日々の食生活をお届けするチャンネルとなっております。はい、めちゃめちゃ久々の動画になっております。まあ早速ね、料理はしていくんですけど、ちょっとね、1週間ほど東京を開けまして、いろんなところに撮影に行ってまいりました。で、まあ自炊をねもちろんしてなかったので、まあでもその前もあの動画配信してませんけども、ちょこちょこね自炊はしてたんですけど、なんか動画撮る気持ちになれなくてちょっとねお休みしてたんですけど、まあようやくねちゃんと撮ろうかなと思って、はい、またねちょっと旅先でちょっと食べたので、まあそれも挽回しないといけないんで、そういう意味でちょっとね自炊していこうかなと、で動画に撮っていこうかなという感じでございます。はい、で今日使う食材なんですけども、メインはこちらですね、トメイトですね。トメイトを使って、まあ、チキンのなんか煮込みっぽいやつを作っていこうかなと思います。で、旅行前にねいっぱい冷凍庫にあった食材結構使ったは使ったんですけど、全部をね使い切ってはいないので、まあ、その辺も含めてね今日はね作っていこうかなと思っております。ではまずお肉ですね。まずは下味からいきましょうか。お塩です。軽くね。はい、でもこれ焼いていっちゃいましょう。油はオリーブオイルですね。まあ煮込むんでね、そんなにガチガチに焼かなくても大丈夫は大丈夫ですけども、まあ、先に焼いておきましょうか。はい、ではまずはトマトも切っていきましょう。まあ、大体こういう料理ってトマト缶使うことが多いと思うんですけど、まあ、今日はねあえてというかトマトをそのまま使っていくんですけど、やっぱねトマト缶って結構量も多いですし、あとね何よりやっぱり保存するための、まあ、余計な添加物だったりとか、まあ、塩だったりとか、まあ、そういうのが入ってるので、まあ、一応ね私健康志向ですから、健康志向のチャンネルとしてこちらやっておりますので、まあ、今日はあえてトマトをそのまま使っていこうかなと思います。まあ別にね気にしない人はトマト缶でもいいかなと思います。まあ適当なサイズに切っておきます。あと入れるのはナスですね。おナス、ナスはどうしようかな、こんな感じでいきますか。まあ、大体これ作ってるのは2人分って感じですかね。だから僕で言うところの2食分っていう感じですね。でもナスは入れちゃいます先に。はいはい。でこっからは冷凍しちゃった野菜たちを入れていきます。まずはこれは小松菜ですね。これ冷凍してあるから結構水分出るんで、もう気にせず入れちゃいましょう。ブロッコリー、あとえのき、軽く弱火で蒸します。解凍も兼ねてね。はい、でニンニク2かけ入れますね。これね冷凍してあって水分出るからいい感じに蒸し焼きになるんですよ。入れちゃいましょう。もうよいしょ。じゃあトマトも入れちゃいますか。トマトも入れちゃいます。まだ弱火ですよ。ここまだ入れたいものあるんで、あと今日入れたいのはこちらですね、セロリを入れたいと思っております。セロリのね葉っぱも入れたいので、葉っぱとどれぐらい使おうか、これぐらい使おうか。でまず身の方はあの筋があるんで、気になる人はピーラーとかで筋取ってくださいね。でも私あんまり気にしないんで、いつも、まあ、適当なサイズに切って入れていきます。セロリね
苦手な人多いですけど、私はこういうなんていうかな、香りの強い野菜は結構好きなので今日は入れます。はいはいはい、よいしょ。で、葉っぱのところは刻んでおきましょうかね。ではこちらの味付けいきますか。お水入ります。水入って、まず塩、コンソメですね、コンソメ、あとターメリック入ります。ターメリック、あとは豆乳ですね。豆乳も入れちゃいます。で、ここからはまあよく混ぜてグツグツとしていく感じですね。いやー、もうすでにめちゃめちゃうまそうですけど。よし、ではしばらく、まあ、トマトが煮崩れするぐらいまで煮ていく感じですね。はい、完成しました。ちょっと料理名わかんないですけど、こんな料理ですね。うまそうですか。はいはい、では早速食べていってみましょう。めちゃめちゃうまそう。っていうかさ、ちょっと食べる前に一個いいですか。私実は夕方に買い物行って帰ってきて作ろうと思ったら玉ねぎ忘れてたんですよ。玉ねぎ忘れてたから玉ねぎ買いに行ったんですよ、追加で。また入れるの忘れてました。ほんとさ、ボケ老人だよね、マジで。玉ねぎを入れた方が多分うまいと思います。はい、ではいただきます。お味はどうでしょうか。チーズがね、最後にチーズ乗せたんですけど、いい感じです。うん、うまい。めっちゃ優しい味。トマトがこう強い、決して強いわけではなく、まあ、豆乳も結構入ってるんで、セロリがやっぱ好きだな自分は。最後に葉っぱもかけましたけど、これもうまい。まあパセリとかの方がねいいのかもしれないですけど、なんかこういう漬け足しだけにパセリ1個買うのも結構もったいなかったりするんで、セロリってね、あの葉っぱ食べない人多いから、こういう感じで最後の漬け足しに使うのもめちゃめちゃいいと思います。まあこれも結構冷凍してあったものだけでも全然作れるので、別に今日入れた具材じゃなくても何でもいいと思うんで、結構おすすめですね。ターメリックもうちょっと入れてもよかったかもしれない。で、多分トマト缶とかにしちゃうともう結構トマトになっちゃうんで、まああとやっぱり一番最初に言った添加物が気になるポイントであるので、これぐらいが優しい味でちょうどいいと思います。ごちそうさまでした。今日も美味しくいただきました。久々のね料理動画だったんですけど、まあ、頑張って引き続き作っていこうと思っておりますので、今日の動画が良かったよ、美味しそうだったよっていう方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。